青パックでございます。毎日10時間近く勉強している世界史です。満点じゃないです。お次こそ8割。あーやったー、あー爪が淡い。ドラマは起きるのでしょうか。え、おで始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は、はい、ハローズやります。はい、さあ、いよいよ共通テスト前、最後ですね。はい、はい、青パックでございます。さあ、はい、いよいよどうだったのか。いやちょっと次こそは8割。はい、そうですね。前回ねピンクでまさかの 79% というね、はい、ものだったんですが、さあ今回は8割果たしていくことができるのか見ておきましょう。怖いですね。まずは英語リーディング、どうでしたか。英語リーディングは、英語リーディングむずかったです。あ、むずかったんだ。時間足りなかったです。あ、へえ。なんか大体あるじゃないですか、ここら辺に回答が、この回答がここにあるみたいな、それがちょっといつも違くて見つからなかったってこと。見つからな、迷いますね、どこにあったみたいな。あ、なるほど。じゃあ行きましょう。怖い。第1問いきます。はい、4、1、2、3、2、初っ端の問題間違えたとか。第3問後回しにしてるもんね。第3問一番後回しにします。2022年の本試験はさ、第3問が一番簡単だったわけで、なんで後回しなのかよく分からん。ちょっと分かんないです。模試だとここが一番むずいんですよ。3問、ね、あー、いや、ここはやった。はい、あー、あー、大丈夫か。あ、編集で先に出した方がいい感じになるとかないよね。もういや、なぜピンクか、これやった順番なの。ピンクからやる、やった順番。なるほどね、やらせなしでガチでやった順番でちゃんと。はい、はい、66点。いや、結構むずかったです。はい、感想はぜひコメント欄にですね。青パックどうだったのか。痛い。これやられた本番まずいっす。それはそうだよ、やばいな。いや、そうっす。間違ったのが第1問1で7、第2問だよね、はい、だから次が15、だから第2問の B の5で、で第3問がボロボロですね。16、17間違ってて、で1、2、4、3の並べ替えも間違ってる。並び替えがマジで難しいんですよ、このなんか模試みたいなやつ。で27間違ったのか。27間違って、28、29も間違ってますね、はい、で33、4、5、6の並び順、はいはい、もう間違っていて、まあ、第5問ですね。全大問間違ってるじゃないですかね。そうですね。第6問が42、43だから6、1のセットですね、はい、で最後47、48のセットのセット間違ってるっていうことで、うわー、怖い怖い。いや、ちょっと、しかもまだ解いてないんです、本番の過去も。過去もやってないの。やってないです。なんで。いや、もうやらなきゃ過去も。ちょっと明日ぐらいに。そうだよ、なんで過去もやってないの。な恐ろしいわ。はい、じゃあリスニングいきましょう。リスニングは期待欲しいな。第1問4、4、3、2、1。なんで第2問取れない。第1問、第2問弱いな。2回読んでくれてるんだけどな。マジ難しいです。よくない、こういう問題。6、5、4、3に落ちて下がってきてる。順番通りになってる。よくないです、はい、うん、こういうの絶対やっちゃいけない。はい、はい、いや、ドラマは起きるのでしょうか。リスニングがマジで安定してない。桃より手応えあったんですけど。手応えあった。さあ、じゃあ何点ですか。手応えあった。はい、ということで73点です。73、うわー、7割だ。はい、いや、微妙ですね、うん、はい、第1問間違ったのがちょっぱなですね、はいはい、1問目で、次が問い9、まあ9番ですね、9番だ、はい、第2問でしょ。で14、15、16、あ、連発で第3問間違ってますね、はい、で22、第4問でね、はい、そう、もうこれは1点のやつですね。で第5問の27だから初っ端か、はい、で第6問34、35ということ、また全大問間違ってますけど。いやうわー、厳しい。いや、これ厳しいですね。マジか。はい、続いて国語。国語、あ、そんなに厳しいのか。いきます。はい、現代文いきますね。評論、はい、3、第3問古文ですね、はい、古文はできた。いや、信じたいですね、できたと。お、3、2、1。で漢文、あ、終わりですか、うん、4、2、1。もう
満点取れないな、取れないな、はい、あー爪が淡い。いやー、もうさっき前回よりはで小説がやっぱ取れないんですよ、読み解けないんだな、まあ、ちょっと一番最後に残してるから焦りながらやってるってのはあるんですけど、小説はどういう計算だ。あ、ここも足してキリいいところで、はい、ということで165点。おお、ついに国語が8割に。なんてさっき8割言ってればなぜピンクは6割だったのにこっちは8割なんだ。いや、不思議だなもう。はい、そうです、漢文講話の比較的そうね、安定はしてきていますね。こっち次第の最初の原文がだから評論が48点、はい、感じなくなったよで、小説が32点。はい、そうだね、やっぱ小説が取れないね、はい、で、古文が43、はい、1問ミスですね、はい、何本間違った一番最後で、漢文が42ということで、これも最後だね、はい、最後で一番最後だけ、もったいないで、合計が5点、はい、ということで、次に8割乗りました。国語が8割乗りましたね。いやピンクの方はね、英語が8割で、国語が6割だったのになぜこうなのか。古文のなんか最後の問題は和歌用法みたいな、結構ちょっと難しい問題出てきて、それで知らねえみたいな感じだった気がします。和歌何、和歌のなんか用法みたいな。あ、和歌ね、あ、和歌のその和歌の用法ね、和歌、はい、言葉、そういった難しいやつでした。さあ、そして毎日10時間近く勉強している世界史です。いや、こっちの世界史ちょっとマジで自信ないんですよ。青の方が難かった。青の方がもうむずい、ちょっと苦手範囲出されたなって。ああ、苦手な範囲ね、はい、ちょっと穴なくしてくださいね、もう世界史、はい、はい、1、4、はぁ、あ、ここで待った、はい、最後に弱いよね、なんか一番最後間違えるんだ、いつも。さあ、計算しましょう、世界史でございます。はい、はい、ということで85点です。おお、あー、でもそれより、それでもそうか、ピンクより下がったか。そうですね、いや、まあでもピンクの方ができてると感じだったんで、うん、やってる時も。そうですね、はい、何問、5問ミスか、5問ミスですね、5ミスですね、78、そうですね、と17、はい、25、はい、34、はい、うん、という感じで。いや、まあ、昔に比べたらだいぶ上がって、もちろんもちろんもちろんね、苦手だったのが得意に変わってますから、はい、ということで、じゃあ足しますか。いや、言ってなそうだな。これが 82.5 でしょ、ここが、はい、ちょっと待って、計算ちょっといいですか。いや、言ってなさそうだ、言ってるわけないじゃん、そんなの。パッと見た感覚でわかるわそんなの数学の苦手な俺ですらわかるわ、それと。いや、無理です。いや、もうやっぱりリーディングがね、ちょっと低すぎちゃってますよね。306.5、あ、ピンクより低いもんね、はい、割る4は76.625 ですね。 76% です。なるほど。さあ、本番8割いけるのか。過去問って何、他の教科英語以外もやってないってこと。英語以外もやってないです。え、国語とかさ、世界史なんてさ、過去問やり放題じゃん。いや、まあセンターとかやってるんですけど、まあ、本番解いてないです。あ、去年共通テストのやつ、去年のやつは解いてないです。じゃあちょっとそれもちゃんと早々とやって、はい、答え合わせしなきゃ。え、します。うん、分からんけど、するするんだったら。ここ、ね、ここで、え、持って行きてもいいよ、別に。じゃあ持って行きますか。うん、ちょっと、いつやる、やる気が。いつやるかな。どうやってる感じとしては、はい、まあ、伸びは感じてるわけですよね。年号を今入れたんですけど、うん、年号覚えると、ね、うん、スッとできるでしょ。スッとできます。あ、もう順番とか余裕じゃんってなるからね。余裕知ってる。まあ、でも一応ね、なんか因果関係とか考えればできるようにはなってんだけど、そんなん考えるまでもなく、ババババって解けるようになるからね。やっぱ、年号の力がまあ、7割ぐらいですかね、これ。伸びた。伸びた。なるほどね。上は単語カードに、後ろに年号書いてやってたから。だから、実家帰って見つけたから、やっぱ恐ろしいなと思ったら、こんなに覚えてたんだなって思って。そうけって、めちゃくちゃなことまで聞いてくるね。くす。そう、ね、レベル高って思って、こんな用語まで覚えてたんだと思って。で、その人がね、就任してるさ、年とか全部覚えてるからさ。使い師はどんぐらいやってた、うん、一番得意な感じだったんですか。一番ではなかった。あ、でも一番かな、最終的にはそうかもしれないね。ただまあ本番は88
点だったのか86だったかなのかそれぐらいだった。あちょっとミスったんですね。じゃあだまだ得意になる前だからそれ、なんとかこう、はい、まさせにこれ同じように上がり上司の時がそこでピークは次第に持ってってたから慶応の時にピークを持ってきてたから、はい、ちょっと世界史は本番満点狙います。おタワシさんみたいね。はい、そうそう、いやまあそうです、年号覚えそろそろ終わるんで、うん、でもう一回全部一周復習すれば、うん、まあ狙えなくはないかなと。もう一週間、なるほど、ポジティブハズキ果たしてどこまでいけるのか、じゃあ期待しましょう、はい、頑張ります。はい、じゃあ次はもしかしたら過去問ですね。はい、あんまりいい点じゃなかったらお蔵入りになるかもしれないね、このなんかみんな見たくないかもしれないからそうギリギリの時にね、はい、ということで、はい、やりたいと思いますんで、はい、じゃあぜひ頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.